超能チャンネル、今日はスペシャルゲストということで、アンジュさんです。よろしくお願いします。あれもう入っちゃってるぞ、これこれはね、俺の方のチャンネルで、この後にやる。いや、ここは仲悪いですね。あ、仲悪い人。3人とも仲悪かった。雰囲気的にはと思って。いや、皆さん、適当に変わりますからこれは本当にあります。超能ネットワーク、アイアン超能。アンジュ君のところで経歴で帰国女子と、あ、帰国女子、はい、帰国女子で、ね、お父さん何系の仕事だったの？漁業系の会社で、ニュージーランドで、マグロとか、まあ、いろんな缶詰とか。何年ぐらい？幼稚園から小学校、あと5年かじゃん。5年かでしょ。あ、でも東京だったらまだそんな海外から帰ってきたっていうさ、珍しい。珍しがられました、相当。あ、でもそうだよね。いや、みんななんかすごく行かせが来るよって、なんか英語バリバリだろうなって、みんななんかちょっとハーフっぽい人を想像するじゃないですか。それが俺が言っちゃったもんだから、みんながっくりしちゃって。え、引退式をやってるのは引退はもう2015年に15やったんですけど、でもその前の5年間もほとんど活動してないんで、はいはい、だから実質2010年ぐらいには、はい、あ、でも俺と一緒だ。俺も2010年新日本を。蝶野さんもなかなかあれですもんね。俺もだからもう全然もう蝶野さん引退はなさってない。そう、引退はしてないだけで、セレモニーやってるだけで、あ、そういう機会がなかったというか。え、まだ出られる？いや、もう出れないね。ね、あんなしんどいのね、もう痛くてもやだよね。痛いっすよね。いや、で、その2015年の引退試合やった時も、はい、相手が船橋さんなんですよ。あら、生蹴りがもうすごくて、もうそれで引退試合だけど、アパラとかにひび入っちゃいました、ね。いや、ここまでやるかなというぐらい蹴られたんで。だからやっぱりこんな痛い商売よくやってたの。本当に思いやりないよね、みんなね。はい、本当さ、みんな、ね、昔の感覚でやってくるんで、それは間違いだよね。そうですよね。だからやっぱりレスラーって信用できないじゃない信用基本は基本そうですね。いや、だから例えば、まあ、俺なんかその三重師とかって呼ばれてるんだけども、橋本慎也も武藤敬司も一番信用できない人間なんです、はい、そうなんですか。すごい仲良さそうじゃないですか。いや、だから信用ってさ、いや、外から見てても、信用プロレスってみんな信用できないやつ同士の集まりだっていう感じはしなかった。ああ、いや、でもやっぱり熾烈な競争してるライバル関係っていう感じはしましたけどね。その三重師っていう、三重師プラス健介がなんかちょっと一段下から、ここからもうみんなを食ってやろうというのは、そういう雰囲気はもう。健介と橋本選手はね、もう健介が一方的にやっぱこうライバル視してて。そうですね。あ、それはみんな知ってるんだ。いや、それはもう見てれば分かります。健介は本当に上昇志向すごいじゃないですか。UWF の若手の選手たちは、はい、宿っていうか泊まるとかどうしてた？泊まるとこは本当に全然関係ない運送会社の寮に、なんか紹介でバラバラ泊まる、バラバラで泊まったりとか、車の中で寝泊まりしてたやつもいましたし。あ、そんな厳しいあれだ。相当なんか寝泊まりに関してはめちゃめちゃです。僕はただその中で僕は実家から通ってたんで、結構いたじゃない、新弟子。新弟子が多かったですね。みんなよく生き延びたなって、めちゃめちゃいじめられてたんですけど。でも、聞くけどやっぱすごかった。めちゃめちゃいじめられましたやっぱり。ふるいにかけようという感じだったんで。でもみんなやめないんですよね。いや、僕は佐山さんめっちゃ憧れてたんで。ああ、やっぱそうだよね。ああ、もうバッチリ世代なんで、大河マスクは。憧れが強すぎて、やっぱり、とにかく残ってやろうという、そういう根性だけあったのかもしれないですね、みんなね。俺らも確かそうだったんだけど、5人か6人残ってて、やっぱり残すの1人か2人しかいないから、落とすためのことばっかりやらされてた。そうですよね、みんな落とすことしか考えてない。まあ、やっぱり一緒なんだ。ただその時は、俺らは、長州さんたちが離脱して、その前にその、優位の人たちがいなくなってという形で、結構俺の上、ちょっと上の先輩がこっそり抜けちゃったの。
中学も。それで俺らは逆に育てなきゃいけないっていうことで。でもめちゃめちゃすごい世代ですよね、三十歳がいて、船木さんがいて。いやでも多分ね、うん、タイガーマスク、うん、からね、まあ、その時代をみんな見てプロレス憧れて、うん、あの世代やっぱ多かったと思うよね、うん、サイマンさんには宮戸君がパッケージついてた、うん、あの彼はそこのタイガージムのインストラクターだったんで、あと山崎さん、山崎さんここのチームはやっぱりあったの。いやここは仲悪いですね。あ、仲悪い人。3人とも仲悪かった、雰囲気的には。え、あの初期の UWF のは派閥的には、派閥安城さんの、まあ、どこにいたの。いや、僕も全くもう若手が結構人数多かったんで、はい、派閥的には、あ、派閥か、そこまで、あ、いや、そうだよ、そこまで入れ、俺もそうだよね、俺どこの派閥にも入れなかった。そうですね。じゃあ上はみんな結構仲が、上は、いやでも前田さんと前高山崎さんとかは仲良かったですね、その当時は、はいはい、ああ、そこはなんか固まってる感じと、 UWF も、UWF ここも高田さん一本でやっぱりこうまとまって、いや僕らだって特にまあ旧 UWF の方がなんかそういうなんか、なんかこう暗い雰囲気が、めっちゃ雰囲気暗くなかったですか、なんか UWF って。いやでもね、UWF って俺ら、この間俺前、前田さんもこの番組出てもらった時に、え、前田さんか、分かってこない、想像劇、前田さんここじゃない、ここじゃない、それで、いや今の冗談ですけど、いや、はい、でも俺その時に思ったのが、いや俺入ったのが84年で、はい、安城君でしょ、何だっけ、85年ぐらいでしょ、85かもしれないですね。いや、あの時ってやっぱり前田さん、高田さんという、まあ怖いですよ ね、あのヒーローの人たちがやっぱりかっこいい、うん、憧れだったじゃない、うん、で、俺が入った時にもうあの人たちがいなくなっちゃったね。あ、そうですか。そうそう、入れ違いで。じゃあ、あの人たちの怖さは直には、そう、俺はもう前田さんはいなくて、佐山さんもいなくて、うん、で、高田さんが唯一ちょこっと残ってた、うん、で、俺なんか高田さんね、あのみんな入って3ヶ月目ぐらいに、うん、夜の自主練習っていうのはやってなかったら、あの、まあ、何やってんだって言って、うん、夜の8時、それ自主練習じゃないじゃないですか。それで夜あの8時ぐらいにみんな呼ばれて、うん、あの道場で3000回スクワットやらせたりとか、うわ、っていう思い出ぐらいで、うん、その後すぐ動いちゃったの、うん、でだけどこの間その時にずっとそのライバル関係を敵視しなきゃいけない、うん、攻められるからっていう、まあ、新弟子としてのイメージだったんだけど、うん、いや俺前田さん見た時に、いや確か俺そ前田さんかっこいいなと、うん、憧れてやっぱプロレスを見て入ったんだっていう、でこれ高田さんもそうだし、うん、だから結局あの世代の俺らの世代って、うん、みんなやっぱあの二人がグワーッと来てるね、まあ、来てますからね。いや前田さんがやっぱ頭の中でやっぱ新日本の出身者だから自分はヒールの立場だ、その立ち位置でずっといたっていうのが知って、うん、と思って。いや、前田さん、適当に変わりますから。これはね、本当にあの、記憶塗り直すの、どういうふうに。都合よく塗り直しますから。まあ、よく都合よくここ塗り替えるなぁと思って。俺もそうだよね。インタビューって同じこと聞かれても、毎回違うこと言ってない。もう嘘つきっすよ。本当です。嘘ついてるだから、そういう意識はないですけどね。ナチュラル君も嘘つきですよね。信用したらダメですよ。レスラーがインタビューのために言うこと違うから、ね、全然違いますから。その典型的な例ですよ。ミスタープロフェスですよ。もう何十年ぶりなのかちょっと分からないんですけども、安城選手もう久しぶりすぎて本当に私の先輩、でもほとんど同期だよね。いやとんでもないですよ。でも80なんだ。いや僕は入った頃大スターですよ。もう30歳ですよ。入門した時からもう注目は浴びまくりじゃないですか。
前田明さん。前田明さん、うん、はい、で前田さんと話をしてた時に、はい、対新日本っていうのが、はい、自分たちはプロレス界の中のヒール的存在みたいな、はい、ポジションをなんか常にキープしてたみたいな感じのことを言ってて、俺はちょっとびっくりして、びっくりした。いや多分それ違うと思いますね。だってそれ多分記憶を塗り替えてると思いますよ、都合よく。もうよくあのちょっと待って、塗り替えてる、あのもう自分の綺麗なストーリーに塗り替えるんですよ全部、ま、当時は全然もっともうどす黒い汚いこと考えてることでもうみんな塗り替えちゃうんですから。いや俺素晴らしい感動的な一面を発見したと思って、俺はあれ長野さんもちょっと年食っちゃいましたね。これ結局長野さん切れてないって言ってたんですかね。切れてる、切れてますよね。喧嘩キックやってた時、あのコスチュームを全部変えて、ブーツも変えたのよ。したらその作ったブーツが、うん、ちゃんとした靴屋のメーカーで作ったのよ、うん、そしたらリングシューズ用のあれじゃなくて、もう こういうさ、はい、硬いやつだったのよ。すごい硬かったっす。そうだから蹴った後には俺別に前と変わらない蹴りしてるのに、はい、いやあれは反則だろうって言われてる、はい、靴底が、靴底すごかったっすよね。ああ知らなくて、はい、うん、だからあのその後から変えたんだけど。これはやっぱりよ、あの硬い靴底の頃ですかね。たぶんそうじゃない。そうですね、めっちゃ痛かったですよ、本当に。うわぁ、いきなりっすよ、もう言ったそばからこれっすもん。いや、そこがね、硬い時はね、疲れんのでも。もう顎外れますよ、これ。みんながこう記憶にあるっていうのは、多分ヒクソンの交渉っていうのかね。でも大変だったろうな。ヒクソンもね、みんな道場破り道場破りって言ってますけど、うんうん、まあ、本来は日本で俺と試合しようっていうのが、うんうん、まあ、本来の目的ですか。誰かにはめられてる感じはあるよね。超能ネットワークが始まりました。皆さんもぜひご覧ください。アイアンチョー。